はい、こんにちは。レトルトと申します。スーパーマリオメーカー実況プレイ始めていきたいと思います。今回はね、世界のコースやっていきたいんですが、任天堂の公式コースの中でもこの記録ロボットっていう、そのなんか任天堂公式キャラクターが作ったコースが結構難しめなんですよ。で、このキートゥーマイハートとか 3% とかね、結構任天堂の割には難しめなんで、ちょっと記録ロボットくんの、コースをちょっと挑んでみようかなと思います。クッパが鍵となる。まあ、10% なんで、これはパッと、クリアできるんじゃないかなと思います。クッパが鍵となる。クッパ倒したら鍵が出るみたいなやつかな。なんか、あれだよね、倒したキャラクターに鍵を持たすことができるんだよね。ワールド。まあまあ得意な方ですが。お!イエーイ!こういうとこに謎があるんだね。ってことは、ここも?まあ、そういうのもありと。当たりもあれば、なんもないんかい、ここは。クッパが出てくるんだと思うんだけど。おい、おい。こうやって上行っちゃったらいいかな。クッパいるね。結構短めのコースなのかな。うわわわわわわわ。うそ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 う。どうやって倒すの、あのクッパ。ちょっとずつ。うそうそうそう。あー、なるほど。あーやりたいことがあるんや。よしよし。これで、踏む。倒すと鍵になる。オッケー。でも向こうに、向こう岸にもいんのか。一回降りて、ここら持っていこう。中身入ってる。とりあえずこれで、はい、入っちゃっていいのか。中間いいよ。中間。優しいステージなら中間はない。らしくない。で、これで。これ結構怖いよ、これ。あ、怖い。怖い。怖い。おめえ、またクッパいるしな。パタパタ生えてんじゃん。あ、いいよ。ちょっと怖い。若干いけずな要素残すなよ。ということはまた上の方にいるクッパを今度はファイヤーで倒すのかな。ちょっと待って。無限からでもピーススイッチをさ、近い。クッパどこ行くねん。クッパどこ行った。わあその一マス。あ、いい位置、いい位置、いい位置。すげえいい位置。あ、よし、最高の位置。完璧。ここの位置に持ち込めばそんなに難しくないね。あ、時間でも来た。来たなー、この仕掛け。でっかいクッパいるなー。とりあえず、2回ぐらいは食らっても死なないから。でも結構アンチなんじゃない?ここ。これも普通の、うわー、あいつも乗ってんじゃねえか。逆に相手がでかいのが、当たりやすくていいね。当たれ。いけ!よーし!簡単簡単。しかも中間行ってるしね。どこ行けばいいんだ。下か。よーし、まだあるね。あそこに鍵がなぜかあるね。あの鍵はゲットできないでしょ。反対側にいる。え、あの鍵をどうやって。でも鍵になるのはクッパだもんね。え、なんかいる、なんかいる、なんかいる。クッパじゃねえ。これでドギマギしてなんか悩んだら負けなんだな。あー、ちょっと待って待って。こいつ何だったの、こいつ何だ、こいつ。お前クッパじゃねえだろ。これ記録ロボットの若干こう、なんていうの、若干このなんか遊び心かな。滑ってますよ、記録ロボットさん。でもこれは結構簡単でよかったですね。ただこれは 10% だけど、もう一個のは 3% だからね。 OK。 クッパが鍵となる。まあ、それ以上に難しいコース。ただ、最近のやつはね、中間が 100% あるみたいなもんだから、そこもいいけど、キートゥーマイハート、バイセスビルディングかな?キートゥーマイハート、私の心が鍵となるみたいな感じ?なんだ私の心って。記録ロボット。記録ロボットなんだったらね、やっぱ中間いっぱい用意してくれないと。ラララララ。ちょっと待って。これって多分、スピンじゃ乗れないよね。一回引っ込むんだよね、こいつ。飛び出るときに。
それでタイミングを測っていきたい。よし、オッケー。落ちちゃうんじゃないのこれ。いけ。よし、オッケー。え、あそこにでも鍵あるぞ。ちょっと待って、どうやって行くの、どうやってあそこ右行くの。引っ込んだタイミングでスピンジャンプみたいな。やったー、うまかったんじゃない今のは。で入る、オッケー。中間記録ロボット中間。誰か集める系か。うまいよ、うまいよ。入って、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 入って。中間、中間、中間おじさんだよ。中間おじさん、中間もらえなかったよ。いやいや、これはこっちでしょ。さすがにこれはこっちでしょ。これまたわすな。実はファイヤーがあったら楽みたいなね。あー、急ぎすぎたな。あいつが持ってるな、絶対。何死んだん、怖い。あいつ下降りんじゃねえよ。腹立つ。出たら超でかくなりやがって。もう上に上がってこないのかな。よし、完璧。あ、叩けばなんか出てきたりあったかもな。え、え、え、どういうこと、どういうこと、どういうこと。え、え、どういうこと。な、何すればいいの、何すればいいの。壁ジャンプとかできないの。耐えんのか、耐えんのか、これ。耐える系かな。わあ、なんか出てきた。そうか、土管が復活していろいろ出てくるようになるんだ。オッケーオッケー。ほい。でも無限キノコみたいなもんだから。いらんやつ生み出されてる。いらんやつ生み出されてるぞ。あ、これは、あー、くそ。よし。これスピンジャンプで倒した方が得策。いいよ、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 いいよ。あー、やばいよ、湧きすぎ、湧きすぎ。キノコちゃん。あ、やばいやばいやばい。わかった、わかった、わかったぞ。おいおいおい、やったー。入る入る入る。もういいもういいもういい、キノコいらない、キノコいらない、もう OK。 簡単。めっちゃ簡単やった。記録ロボット誤解しとったやん。超簡単やん。でもこれ 3% なのか。いやー、ありがとう、クリアできました。でも 3% の割には簡単だったかな。まあでも結構初見殺しというか死んだ要素は多かったけど、オッケー。これで記録ロボットが、なんつうの、もうやつは全部クリアしたか。でも記録ロボット以外にもね、このインコがね、鬼畜なんだよ、こいつ。燃える弾幕が 5.4%。このパラレルワールドにしては 0.48% って、これ信じられないよね、これ。任天堂が生み出していいコースの難易度じゃないよ、0.48% って。で、クッパですら、俺これちょっと挑戦してダメだったんだけど、0.5%。ここら辺は ?0.52。ここら辺もやったけど難しかった。1.3、0.97。あれが一番難しいんだよな。少し時間が余ったので、まあ、9%。それなりの難易度の、まだ取ってないキャラマリオ取っていきましょうか。スーパーマリオメーカー説明書のお姉さん、マシコ、キャラマリオがついに登場。お昼ご飯を買いに出かけました。オフィスを出たら大きい道路を渡って、下を登って。お店までの道のりは想像以上に厳しいです。ゴール目指して頑張りマシコ。ちょっとイラッとするね。もうちょっと可愛くてよかったんじゃないマシコさん。ね、なんか声優みたいな、任天堂公式声優みたいなキャラマリオあったけど、超可愛かったよ。よろしくお願いしマシコ。そんな声なんだ。頑張りマシコ。可愛い。頑張りマシコ。頑張りマシコ。それ。でもなんかこうやって喋るのいいな。頑張りマシコ。このマリオメーカーのなんて言うんだろう、このビルダーマリオみたいな見た目してるの。それそれ。ちょっといじいじうるさくなってきたな。これがお昼休みのなんて言うんだろう、マシコさんのお昼休みのコースなのかな。毎日コンビニ行くのにこのルートをたどってるってことかな。どうやって飛んだこれ。
内側から行くしかないよな。ああなるほど、 P スイッチを押して頑張れマシコ、マシコ頑張れ、ほいそれで、ここか。これはもう簡単でしょ、一発で行きましょうよ。ああ強制スクロール、マシコさんこれ乗るのどこにコンビニあるんだよ、このお昼ご飯っていうのは。ちっちゃいから1個なのか、たまったら3つ出るのかな。あ、1個しか出ないな。でかいやつが 3つ出るやつなのかな。いいよいいよ、マシコさんも大変ですね。やめた方がいいですよ、こんな危険な職場というかね、こんな危険な通勤コースというか、下側から行った方がいい。ここら辺が案外アンチだったりするんだよね。ファイヤー、ハンマーブロスはまた別ですよ。ファイヤーブロスとか作れるようになったらいいのにね、あのマリオ3みたいにさ。うわー、あいつ死なない、あいつ死なない。うわー、ヒゲのおっさんになっちゃったヒゲのおっさんのただの通勤になっちゃった。やだな、なんかヒゲのおっさんの帽子がこっそり見えてますが、むずいぞこれ普通に。すげえ上の方にいよと思ったけど、今どこ、マリオどこ今。死にたくねえなこれ。いけ、よし、オッケー、危ねえ。でマシコ頑張れ、マシコマシコ、あーあーあー危ねえ。よろしくお願いしますこ、頑張りマシコ、頑張りマシコ。これはダッシュの方がいいな。いけーマシコー、よーし、うわわわ、なに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 、うそうそ、あーなに全然嬉しそうじゃないし、ここコンビニかなんかなのかな。いやーよかった、とりあえず今回の3つはまあさっとクリアすることができましたね。とりあえず任天堂の公式コース3つやりました。まあ、ちょいちょい出してはいるんだけど、あ、このマシコさんの、この二つ右にいるこの初音ミクみたいなキャラクターの声がすげえ可愛いんだよね。キノピコちゃんも可愛いけどね。はい、ということで、じゃあ今回はこの三つのコースクリアしました。ということで、ニンテンド鬼畜コース、次回は挑みたいと思います。クリアできたらね。レトルトさーん。やった、よし、オッケー。